怪物、3打目四球の4人、抜きゴールで大暴れ。ブライトンの日本代表 FW、3分が今季初ゴールをマークした。第2節でウルブスと対戦。その3打15分、ハーフウェイライン3の左サイドで、ボールを受けたサンがカットインしつつ、バイタルエリアで次々と DF をかわし、鋭いドリブルで DF4 選手の壁を突破。ゴール正面に抜け出し、そのままゴール右にシュートを流し込んだ。倒されずに耐え切ってから、2段階くらい加速してテーブイ、ゴンフシベストは、確実と言っていいレベル、誰も止められないし、ゴールまで行くのがすごい。ファール覚悟で止めに来る DF をぶっちぎるのは、エグすぎる。もう今季、プレミアリーグのベストゴールじゃないですか。笑いプレミアナンバー1ドリブラー。なんか、メッシ感じるさんはアンリと同格かと。普通に早すぎて叫んだせめど、もう、三強不詳やろな、3のゴールはガールやん。にしても引っ張られて、蹴られてさらに引っ張られて、倒れないって身体もめちゃくちゃ強いね。得点力まで備わってきたら、もう止まらないよ4人で、日本人らしく、ないゴールやなこのゴールでまた、世界での認知度が上がったね。チェルシーにいた頃のアザールかと思った、立て切られたらカットインガール、三笘さんは、誰にも、止められませんマジでヤバいゴールだった。マジで、0から100へ一気に加速。すごすぎる。マジでヤバくないか？こんな綺麗な、ドリブル突破からのゴールはえぐいて、サンが仕掛けるとワクワクする。サンがボール持つと、自然とゴール、アシストシーン想像できる、圧倒的なスピードで引き剥がした。って感じすごいね。あと300回は見れる、サンさんのゴール、もうブライトンの英雄スパイクじゃなくて、旬足履いてるわ、笑い笑い、今季いっぱいまでブライトンにいて、優勝とまでは言わなくても CL 兼、EL、エッテ、メガクラブ業高年齢国籍、考慮しても150億はつくでしょ。W でベルギー、やべえ、サンがビッグクラブに取られる。